遭遇するファントムがかなり手強くなってきましたね。ああ、槍の充電中にしっかり休憩をとっておいて正解だった。疲労は集中力低下を招く。僕たち魔法師にとって集中力の欠如は事故の元だからね。事故といえば、一つ確認しておきたいんだけど、変身薬は突然効果が切れてしまうことはないの？処方された通りに服用していればそんなことにはなりません。昔は1回の服用で変身していられる期間は最長で3日ほどだったようですが、最近は研究が進み1週間から10日は変身した姿を保てます。あまり美味しいものでもないので、回数が少なくて済むのはありがたいことです。それでもフロイドはたまに飲み忘れて、耳がヒレに戻っちゃったとか、水かき出てきたとか言っていますが、僕は一度も飲んだことがないけれど、やはり変身薬ありきの生活というのは不便があるんだな。陸に上がるにあたって多少の苦労は覚悟の上です。不便というほどでもありません。さらに僕たちは陸に上がる人魚を支援する団体から手厚いサポートを受けています。その団体は陸での暮らしを希望する人魚に対し、快適な陸上生活を送るための訓練をしてくれるんですよ。陸で暮らしたいという思いさえあれば、どんな人魚でも広く受け入れるという非常に懐の広い団体です。訓練だけではありません。申請さえすれば、本来は希少で高価な変身薬を提供してくれる。それも全てただ。さすがに高価な変身薬の無償提供は未来ある若者に限定されるそうですが、それでも破格の待遇ですからね。初めてこの団体の存在を知った時は、そんなうまい話あるわけない、絶対に裏があるはずだと疑いました。ですがいくら調べても怪しいところはなかった。どうやら本当に善意でできた制度のようです。陸を目指す人魚はまだ少ないので、一人当たりの費用がかさんでも破綻せずに済んでいるんでしょう。ナイトレイブンカレッジへの入学が決まってすぐに申請手続きを行いましたよ。下調べも念入りだったというわけか。本当にちゃっかりしてるな、君は。お褒めいただきありがとうございます。団体の方も大喜びしていましたよ。その団体は創設者の志を広めるため、もっと多くの人魚に施設を利用してほしいと願っているようです。思いやりが思いやりを呼ぶ、これこそ陽光の国の誇りだと非常に意欲的で。はは、面白い話でしょ。お、もしかしてその団体は陽光の国にあるのかい？人魚のためのというから、てっきり君たちの国が作った団体なのかと思っていたよ。いえ、これは昔陽光の国に渡った人魚の姫が作った団体なんです。ああ、なるほど。そういえば歴史書で読んだことがある。まだ海と陸にほぼ交流がなかった時代に、陽光の国の王子がサンゴの海の姫君を妃として迎え入れた。それ以来陽光の国は人魚たちと長きにわたり友好的な関係を築いているとね。ええ、その人魚の姫のおかげか、陽光の国の方々は人魚によくしてくれるんです。すべてボランティアでだなんて。歴史があるにしてもとんだお人よし集団ですよね。でもまあ、制度を利用させていただいている身としてはとても感謝していますよ。それにとても温かくて良いところです。いつかリドルさんも。おっと、次の収容所の扉が見えてきましたね。オルトたちがまた何か仕掛けてくるに違いない。油断せずに行こう。